どうもこちら創造神です。今日もバーサスフランスの解説をやっていこうと思います。では見ていきましょう。噛んじゃった。見ていきましょう。これは開幕パフェ済みかな？パフェ済み。パフェ済みに対してフランスが、開幕 TSP ミニ。珍しいですね。バックトゥーバックだけをつける開幕 TSP ミニ。さあ、テトリス対テトリスが総裁当たって、ファイヤーファイヤー。それに対し、こちら先読み、Z ミノで先読みからのテトリス T スピンダブル、火力高め、火力マシマシですね。で、ここ欄干。欄干という技術で、T スピンシングルからのテトリスを予約する、まあ、テンプレっすね。からの4列連チックに6連まで。まあまあ強い。さあ、テトリスと T スピンダブルが総裁当たって、2ライン消し、2ライン消しからの T スピンダブル、だからしっかりバックトゥバック付きの攻撃で返されたんで、穴バラが来ましたね。一番下に穴バラが1個来た。さあ、まあでも、この状況的にはまあ有利ですから、そこまであの穴バラは影響しないとは思いますけども、どうでしょうか。さあ、テトリスからティスピンダブルの形。ティスピンダブルにしたけど、今のシングルの方が良かったかな。シングルからの一応テトリス掘りができたんで、どちらかといえば自分の方、今のシングルの方が良かったですね。ああいう時はシングルにしてから、テトリス掘りにする方がいいと思います。さあ、シグナル。Tスピンダブルって刺さっていく。これはどうだったんだろう。まぁ、ちょっとグダってるところに、そのままバックトゥーバック付きじゃない Tスピンダブルだったけど、刺さっていく。ちょっとなんで刺さったかわかんなかったけども、そのまま刺さりましたね。さあ、ラブリートリック打たれて、2ライン消しからの、テトリス。で、総裁外したい構え。さあ、強気に、2回分総裁外してからのテトリス。で、ここで連のルート、エルミノ、アイミノ、ジェイミノまでかな。ジェイミノまでの5連。まあまず。さあ、ティーミノ横置きして、地形を平らに整えて、ティスピンダブル、STSD の形。さあ、STSD2 連発打ってからダブル消し、さらに T スピンダブルの予約をしておいて、ダブルにはせずにシングルからテトリスしましたね。まあ、こういうところですね、やっぱり。T スピンダブルとかを作っても、やはり、その、地形が悪くなったり、火力効率があんまり良くない時があるんで、テトリス掘りとかにできる場面だったら、まあ、ああいう感じで、シングルにする方がいいです。さあ、シグナル、撃たれて、T スピン作ってるけど、S ミノがちょっと超えなかったのかな。超えずに、T スピンダブルが撃てずに刺さる。まあ、一番左に超えていれば、多分撃てたんだけど、超えなかったんですかね、多分。あそこ超えないと、まあ、致命傷ですね。さあ、今回はパフェ済み。で、こちらパフェ取れる。搭載外してテトリス送られるが、いやー、ちょっと穴がいいんで、これは警戒しなきゃダメですね。パフェ、まあ、割と直列行きやすいっていう、まあ、デメリットはありますから。直列相手に行っていると。さあ、TSB からテトリスは打たずに積み込みにした。積み込みのルート。で、しっかり積み込んでから T スピンのを作って、できるだけミノを置く。まあ、これが重要ですね。相手が結構露骨に総裁外しの待ちをしてるんで、その間にできるだけ、まあ、右側を積み込んでおくと。ああいう細かいところ重要です。できるだけ、まあ、ツモスを稼いどくっていう感じかな。さあ、テトリスからの、T スピンミニで、まあ、平積みだけども、フランス側も相当地形いいんで、これは、五分ですね、まだまだ。いや、むしろ不利までありますね。相当地形がいいんで。さあ、イミテーションテトリス残念打たれるけども、こちらも穴がいい。さあ、比較的この試合はお互い穴がいいぞ。下穴が良くて、火力がかなり出そう。テトリス打って、さあ、高さ合わせて、T スピンダブルテトリスの地形で強い。さあ、アイミノ間に合わずに刺さっていく。ちょっとやっぱりラインクリアの時間が、意外にね、長いんでね。それが、灰になってしまいましたから、今の。1ライン消しからの一応テトリスがあったんだけど、ネクストに。ちょっとタイミングが噛み合わずに、そのまま刺さっていく。まあ、打てれば、まだ一応、耐えれはしたかな。まあ、確実に有利でしたけどね、こちら。さらに。火力もどんどん遅れる地形だったので。やっぱり、なんで、1ライン消しはできるだけせずに、2ライン消し、火力が飛ぶ攻撃をした方がいいですね、できるだけ。1ライン消しずつ掘ってるともう本当に、だんだん自利品になってくるんで。できるだけまあ2ライン消しずつ、掘っていくっていうことが重要になります。
まあ、時と場合にもよるんだけどね、それも。もちろん、連が続くルートだったら、掘り連のルートをしっかり見て、1ラインずつ消していくっていうのもいいんだけど、まあ、そういうね、ところは経験ですかね。もう一つ見ていきましょう。さあ、これは開幕 TSE かな。さあ、あ、間違えた。倍速にしてしまったが、間違えました。と言っていたら、キャラが変わって、日暮里になりましたね。日暮里のキャラになっていく。さあ、こちら、ST済みで T スピンダブル、T スピンダブル、どんどん連発して、搭載外してから、テッドリツ。で、これ STSD ですね。STSD だが、若干 JM の遠いか。しかし問題ない。できるだけ積んで平らにする。まあ、こんな感じですね。こういう風に、地形を平らにしておくと、連が繋がる可能性がありますから。しかし、フランスがもう強いぞ。9連まで掘れて相当強い。おっと、俺を気ミスしてるけど、大丈夫か？しっかりリカバリして、なんとか大丈夫ですね。しかし、お互い穴がいい。テトリスって、T スピンダブル。それをしっかりテトリス掘りで相殺してくる。さあ、テトリス相殺外してから、テトリス送るが、T スピンダブル、テトリス。からの T スピンシングルで火力高い。さあ、お互い火力増し増しだぞ。しかし、フランスがジェミノの気ミスが痛い。T スピンダブルじゃない、テトリスから T スピンダブル2連発で刺さるか？刺さる。さあ、T ミノからの一応掘りのルートはあったように見えたけど、その掘りのルートを間に合わせない火力を送りましたね。まあ、テトリスからのダブルダガーとあったんで、ダブルダガー、ダガーだったんで、はい。刺さりましたね。何が言いたかったか、まあよくわからないから、まあ気にせずに。さあ、T スピンダブル打たれて、こちら TSD テトリスの構え、TSD テトリス打つ。しかし若干地形が乱れている。2ライン消しから相手がアホリレンで、日暮里ソウル。日暮里ソウル打たれて結構苦しい。さあ、テトリス打って、T スピンシングルからのこれなんだ ?3 列連地区か。それに対してこちらは5連、6連までの掘り連。6連まではまあまあ強いけど、相手も、ちょいちょい、まあ、若干ショボレンだったけど、火力は送ってきました。さあ、フランスがかなりミスってる。まあ、それをドネイトで解消しているが、こちらもエルミノの置きミス。さあ、どうだ？お互い置きミスしてるが、フランス側がしっかりリカバリして、ドネイト T スピンダブル火力高いっすね。さあ、総裁、テトリスの総裁が間に合わないと辛い。総裁外されて、T スピンダブル打たれるが、大丈夫かこれ。テトリスの位置で刺さる。ああ、まあ、フランスがしっかりドネイトを駆使しつつ火力を送ってて、しかもこちらのテトリスをしっかり総裁外してからの T スピンダブルを打ってたんで、まあ、やられましたね、今のは。しっかり総裁外して、まあ、火力を送っていき、相手を自利品にしていくと。やはり、まあ、テンプレといってはテンプレの攻撃ではあるが、まあ、しっかりそういうところも逃さないとね。さあ、これは連組んでかなり勝ち、てか、有利だったけども、大美濃の置きミスが致命傷になって刺さっていく。まあ、連はね、まあ、普通の積みよりもワンミスが完全な致命傷になっちゃいますから、まあそこら辺のミスのリスクはちょっとあると。ミスのリスクはあるけども、まあ、そういうのはまあしょうがないですね。どれだけ、頑張ってミスしないようにしていても、まあ、ミスは起きてしまいますから。あ、そういう時はしょうがないと。さあ、今回はしっかり連つなげて、T ミの、9連目の T スピンダブルからの10連、11連、12連まで強い。さあ、刺さっていく。12連だったけど、9連目が T スピンダブルだったんで、かなり強かったですね。まあ、実質13連ぐらいの威力あったんじゃないかな。非常に火力高めだった。さあ、今回は橋明け。橋明けに対してこちら DT4。DT4 で T スピンで、これ間に合うか？間に合わずに刺さっていく。Z ミノまで間に合えば一応サーフゲートできたんで、耐えれたかな？どうだったの？ちょっと橋明けの弱点が出てしまいましたね。結構早めに積み込んでたけど、DT4 をそのまま送って刺さっていく。橋開けっていうのはやっぱり真ん中が高くなっちゃうんで、DT4 は4ライン、7ラインの11ライン、合計11ラインが飛ぶんで、その飛んでくるのを、把握した上で積みながら発火しなきゃダメなんで、ね、そこがまあちょっと、若干難しいところの一つなんで、そこのデメリットが発動してしまいましたね。ちゃんと真ん中10ライン分ぐらい開けとかないとダメなのかな、多分。
まあ、発火する、連の発火するタイミングにもよるんだけど、火力がまだ発動してない状態での連で、こちらの DT 送られてしまったんで、このまま刺さってしまった感じですね。さあ、ちょっとね、やっぱり発射系は、まあ決まると強いんだけど、強いっちゃ強いんだけど、ああいうね、かなりリスクもありますから、そこら辺は気をつけた方がいいということですね。いや、すいません。もう一つ見ていきましょう。説明が長くなってしまいましたが。最後に見ていきましょう。これは開幕 T スピンダブル。T スピンダブルに対し、相手はパフェ済みでしたね。さあ、総裁当たって相手に1ライン行く。その1ラインが、今、相手の穴バラになりましたね。これが割と重要。こういう細かい穴バラの送り方が、まあ、後々影響したりね、してきますから。意図的に穴バラを送る戦術といったところですかね。日暮里ターン。どうしてもね、その日暮里が、まあ、俺の頭の中に刻み込まれているんで。さあ、T スピンダブルから、ちょっと大見のノーヒミスしてしまったが、しっかり3ライン消してリカバリしてからの T スピンダブル。T スピンダブルで、先読みして T スピンダブルにした。T スピンダブル。エルミノまでの2連か。さあ、下穴がいい。下穴がいいのに対して、フランス側がかなり大きミスしてるんで、相当有利と言おうと思ったが、それを有利以前に刺さっていく。まあ今の穴良かったですね。完全に。こちら、自分自身が火力作ってたというわけではなく、相手の火力が完全に。相手の送ってきた火力が火力になった感じ。さあ、これ T スピンダブルからの、キングクリですね。キングクリムゾン。T スピントリプル、T スピンダブル、T スピンダブルじゃね、間違えた。すいません。タワーでしたね。間違えました。T スピン、TST タワーでした。キングクリムゾンではなく T スピンタワーで、T スピントリプルトリプルと。ちょっと間違えてしまった。さあ、テトリ取って、フランス側に相当穴バラがいってるんで、これは超有利。しっかり操作外していきたいところで、3ライン消しからの平積み。で、サーフゲイト、サーフゲイト。サーフゲイト、ステッピングか。さあ、ドネイトで、総裁外して、テトリス、テトリス。で、相当自品にして刺さるか、刺さっていく。まあ、これは、順当に、相手の穴バラ相当掘りづらそうだったんで、順当に火力を刺さった感じですかね。まあ、一応その平積みで、相手の火力を受けることを想定しながら平積みで、積んだっていうのが重要な点でしたかね。ただ火力を送ってもしっかり総裁合わせられちゃって、できるだけまあ、受けの広い平積みで総裁を外す感じのを作っておいてから、しっかり火力を送って刺していくと。と説明してる間にだいぶ進んでしまったが、T スピンダブル打って間に合うか間に合って T スピンダブルからテトリス。それを、でもこちらも地形辛いぞ。ちょっと穴バラが辛い。それに対して相手も火力を送ってるけど、相手も言うほど、いい地形というほどではない。しかし、しっかり掘れて、お互い、地形に余裕が出てきた。テトリス打って、バックトゥーバックの付きのテトリスを総裁外してからバックトゥーバック付きのテトリスを送る。さあ、どうだ？これはどうでしょうね。T スピン、T スピンダブル作って T スピンダブルの総裁間に合う。さあ、5分になった。お互い掘れて完全に5分になりましたね、これ。2ライン消しからの、さあ、掘ってて、掘ってて、エルミの Z ミノ。エルミの Z ミノまでの4連。4連まで繋げたら T スピンダブルで、さらに T スピン作って、さあ、地形平らになって、これは強い。テトリスからの掘り連のルートではなく STS にした。さあ、刺さっていく。STSD 作ってないけど、ちょっとフランスが置き見せしてたのかな、それともグラッてなのか、ちょっとまあ、自陣に集中してたんで見てなかったけど、最終的にはこちらのまとめ打ちの攻撃が刺さりましたね。まあ、T スピンダブルからの3列連でも良かったかもしれないけど、今回は、T スピンの火力重視の STSD で刺していくよ。まあ、STSD はね、非常に有能なんで、便利なテンプレで火力も高いんで、覚えた方がいいですね。ああいう、J ミノ、L ミノで屋根をつけて T スピンダブル。まあ、スーパー T スピン、なんちゃらなんちゃらっていう技なんですけど、あれは、あのテンプレは覚えた方がいいです。STSD。スーパー T スピンダブルだったっけな。まあ、まあまあまあ、そんな感じですね。はい。はい、ではこんな感じでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録の方と、評価の方もぜひよろしくお願いします。ではでは、ありがとうございました。